どうも皆さんこんにちは、みのりこと、提督と、毎度おなじみ霊夢と、マリサだぜ。今回は、霊夢さんとマリサさんにも実況に参加しに来てもらいました。前回は、家を途中まで完成させましたよね。撮影外で、家の方は、完成させておきました。今回していくのは、ブランチマイニングです。ですね。撮影外の方で、一列掘ってあるんですが、ダイヤを11個ほど見つけました。だけどマグマの海に落ちてしまい、ダイヤ8個をロストしてしまいました。今回で、再度見つけたいと思います。それでは、ブランチマイニング場へ行きましょう。あ、何か忘れ物かな？どうやらマグマに鉄道具を、ロストしたので、鉄つるはしを作成するようですね。それでは、ここはカットだぜ。再度ブランチマイニング場へ出発。来ました。一番左は、撮影外で掘った列ですね。今回は、その隣を掘り尽くしていきます。それでは、ブランチマイニングを、早送りでどうぞ。おいおい何やってんだよ、プヌシ。すまん、滑った。デヘペロ。とりあえず再度早送りをどうぞ。
それでは、今回の動画はここまでです。今回は、ダイヤを6個だけ見つけました。途中マグマに落ちて死にましたが、ダイヤは無事でした。次回までには、工業モッドのビルドクラフトに手をつけていきたいと思います。準備などは、撮影外の方でしておくので次回をお楽しみに。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。